今月、泉市高尾の町の養鶏場で発生した高病原性の鳥インフルエンザについてその後、新たな発生がないとして県は今日半径三キロ以内の卵や鶏の移動制限を解除しましたこれですべての制限が解除されたことになります今月3日、泉市高尾の町では今シーズン初めて養鶏場で高病原性の鳥インフルエンザが確認され 鶏が殺処分されましたその後、発生農場から半径3キロ以内の17の農場に異常は見られずまた新たな発生がなかったことから県はきょう午前0時に半径3キロ以内の卵や鶏の移動制限を解除しましままたた、7カ所の消毒ポイントを撤去しました。 今シーズン、養鶏場での高病原性の鳥インフルエンザの発生は一例ですが、鶴や鴨などで19例が確認されています。現では、野鳥から感染が確認されているので、引き続き警戒を続けてほしいと呼びかけています。